東南アジアは今三菱自動車にとってなんかとっても大事な、そうですね、なんか収益源になってるじゃないですか、逆に言うとその出す時に同じような車を後発で出してもダメだなっていうんで徹底的に研究して、全てのレベルで少し競合者に対しては上のものっていうのを目指して作ったんですね。まず加藤さんのご経歴をちょっと教えていただきたい。もう私は入社してからはですね、もうずっと生産畑。生産畑、はい。で最初は岡崎の当時に生産技術本部っていうのがありまして、そこに入社をしましてですね、それからもうずっとその生産なんですけれども、92年からかな、アメリカの工場に行きました。アメリカの工場の立ち上げの時からね、その仕事をやってまして、3年間立ち上がって、それは素早くしてからでしたけれども、3年間アメリカへ行きまして、その後もずっと生産なんですけど、生産技術関係なんですね。板金部品のね、はい、計画だとか、型の計画だとか、ああいうのをやってたもんですから、結構こうその板金部品ってその車体 の, その表面とかも作りますから、お金かかるところですよね。まあそうですね、一番ね。そうですね、はいはい、ですから我々のところは結構デザインの初期からね入って、これが要は板金部品として形作れるかどうかとか、なんかそんな現等も結構やってたもんですから、車種でいうとエクリプスかなんか。そうですね、はい、エクリプス、それからあとはクライスラーに向けての OEM でありましたね、はい、ダッジシブリングでですとかね、 ああいうやつ、はい、ああいうところのだからデザイン検討なんかでね、結構クライスラーの本社だとかよく行ったりしましたですね、その後はだいたいもう日本にいるときは岡崎なんですけれども、ロシアのプロジェクトをアサインされまして、最初はプジョーと一緒にフランスとかで、事前の仕事をやって、それからロシア4年間駐在しまして、で1年帰ってきて、また岡崎で生産の工場の方を見て、で今度は4年間インドネシアに行って帰ってきたと。海外はずっと長いですね。そうなんですね。ですからここね、10年間で、まあ去年は別ですけれども、その前の10年間で1年間だけですね、日本にいたのは。どういう、こう流れで三菱の代表になったんですか。今ですね、はいはい、いやそれは私もちょっと聞いてみたいところなんですけれども、はい、一つはあれなんでしょうね、そのさっきも申し上げましたけど、例えばクライスラーと一緒にやることも多かったり、それからロシアではそのプジョーと一緒にやりましたし、それからインドネシアでは現地のパートナーとかと一緒にやると、だから今結構そのグローバルになってきてますから、やっぱり海外のいろんな人たちともね、そのうまくやっていくっていう経験っていうのが大事だよねと。調整能力は今すごく必要かもしれない。まあそういうことはあったんでしょうね。ですね。それから工場を作るっていう大きなプロジェクトでしたけど、まあなんとかこれもね、うまくできましたし、それから当初そのやっぱり益子会長もその ASEAN で頑張るっていうところを言われてましたので、そういう意味で私はインドネシアっていう ASEAN も経験しましたし、そういうことなのかなと思ってます。どのぐらい手前から社長にこうなるっていう手応えがあったんですか。いや全くないですね。突然ですか。突然です。で用意はできてないですね。用意全くできてないです。用意全くできてなくてですね、はい、あれ5月に発表があったんですね、で私それを聞いたのは1週間前です。そうなんですか。1週間前で、はい、インドネシアでその車に乗ってたんですね、工場からジャカルタに移動しようと思って車に乗ってたら、はいはいはい、益子会長から電話がかかってきまして、はい、まあ、ちょっといろいろ省きますけど、要はお前俺の後をやれみたいな言われて、はぁと、はい、ちょっと最初いやちょっと無理ですみたいな話をしたんですけれども、もうダメだお前だとか言われてですね、これは断ってたらね、ひょっとしたらもうインドネシアから日本に帰れないかもしれないなと、まあ一瞬いろんなこと考えてですね、もう本当に数時間の間にもううんと言えみたいな感じで、分かりましたっていうような。
益子さんの前のこう、いろいろ経営陣の方って、いっぱいいらっしゃったと思いますけど、どなたが一番こう印象が深いですか？そうですね、私入社した時っていうのは、あの東條さんだったと思うんですけど、その時は舘さんとかね、その時にやっぱり海外展開とかいろいろありましたから、舘さんですとか、あるいは技術をこうガッとこう進められた中村さんっていうのもね、おられましたし、相川さんの前に益子さんですけども、ただやっぱり益子さんに対するその、尊敬していますし、我々非常にその苦しい中ね、益子さんが切り盛りされてきたんで、そういう意味ではそのやっぱりもちろん当然ながら益子さんの印象っていうのがもう非常に強いですね。で、あの東南アジアをずっとこう長いということだったんですけど、東南アジア今三菱自動車にとってなんかとってもこう大事 な, そうです、ね、なんか収益源になってるじゃないですか、例えばあのインドネシアのエクスパンダーとか、それからタイも去年の数字見ると三菱相当、タイから、収益がある状況ですよ ね, すね、東南アジアは非常に多分詳しいということなんですか、と思うんですけど、エクスパンダーとかの企画っていうのは、あれをどういうふうにできたというか、日本でやったのか向こうでやったのか、あの日本からメンバーが来てね、やったんですが、最初の企画なんかは私は入ってないんですけれども、現地 の, あの販売会社とですね一体となって、そのインドネシアのお客様の思考というのは何かというのをかなり来てあの調査しましたですね、ああいうクラスの、ミニバンといいますか MPV ですね、向こうでいう、こっちで言っても MPV かは先行のモデルが結構あったもんですか、トヨタのアバンザですとか、あるいはホンダさんでもありましたしね、あの鈴木さんのエルティガだとかあったもんですから、逆に言うとその出す時に同じような車を後発で出してもダメだなっていうんで徹底的に研究して、全てのレベルで少しあの競合者に対しては上のものっていうのを目指して作ったんですね。なんであんなにこうぶっちぎったっていう、そういう、こう理由みたいなのは分析したんですか？あのお客様に聞くとデザインが一番ですね。デザインですよね、圧倒的にデザインです、でそれからあの2つ目はですね、やっぱり車内の広さですね、あのインドネシアってイスラムで結構その車を買われる人ってあのお手伝いさんがいたりして、でそうするとですね、車の中から結構奥さん旦那さん出てきて、で子供さんが出てきて、で赤ちゃんを抱えたそのお手伝いさんみたいなのが出てきてみたいなのがあって、結構7人ぐらいやっぱり乗るんですね。はい、乗りますね。だそういう人たちにとってあの7人の3列シートの7人乗りのエクスパンダーっていうのは非常に居住性もいいんですね、でそれがやっぱり2つ目の大きな要因だと思います。タイ行った時乗せてもらったんですよ、エクスパンダー、で値段はあの辺のクラスって、さっき言った車のアバンダ、みんな同じじゃないですか。そうですね。だけどエクスパンダーだけやっぱりこう、デザインもさることながら、三菱自動車っていうブランドもすごくその強いと思うんですよね、おっしゃる通りです、東南アジアでは、そうです。それに引き換え日本でちょっとあの三菱自動車のブランドイメージ弱いと、その辺はどういう評価を、今の日本における三菱自動車の評価をしてる、イメージがもうやっぱり悪いっていうのはもう紛れもない事実でして、ただこれを払拭していくのってそんなに簡単じゃないねと、いうことはありますよね。あの僕らも外から見ると、三菱自動車は、アジアでは、いろんなことがある中でも、ずっと同じペースで、そうですね、そのブランドイメージって発信してきたと思うんですね、でその間にも三菱当時 の, あのタイランドの、三菱の代表の方にインタビューしたりしたんですけど、やっぱりモーターショーなんか行っても賑やかにやってるんですね。そうですね、社会社報ですけど、とってもどこも三菱どんちゃんでもないけどこう元気じゃないですか、全くその昔と変わってない状態、ところが日本は、ずっと、確かに間違いとか、不祥事とかっていうのはこう、あるし、もうこれはもうどうしようもないことじゃないですか、でもある程度そこって時間が経ったら、もうなんか元気よく行こうっていう、そういう雰囲気になってなかったんですけど、それが多分日常にはなかったと思うんですね、だからおそらくブランドを取り戻すのが難しいっていうよりもあんまりやってなかったなと思うんです。それはまさにおっしゃるってる通りで、だと私も思ってまして、確かに ASEAN ってもうものすごい三菱ブランドのイメージがすごくいいですから、
いろんなことやって もうすぐお客様に集まっていただけますし、それはそれであるんですけれども、日本って我々やっぱ過去こんなことがあったよねっていう、少しやっぱりもう気持ちの面で負けてるっていうか、後ろ向きの面があって、うんうん、でなんかそのせいにしちゃいがちなんですけど、そういう意味でいくとよく考えると、その国内の例えばラインナップとかね、ああいうものが今のままでいいのかだとか、売り方っていうのが本当にあれでいいのかだとか、あの広告宣伝とかも本当はもっと違うやり方があるのかだとか、そういうところってもっと工夫のしようがあるんじゃないかなと思うんですね、うん、で今おっしゃいましたけど、 ASEAN だとわーっとこうやって元気よくこうやってるんですけど、日本でそういうイメージが全くないですよね。ないですよね、はい、だからそこは一つ私の仕事として、なんかやっぱりそこを変えたいなっていうのがあります、うん、将来どうするかっていうね、話でこう語っていただきたいんですけど、これから実はどういう手を打って、うん、僕今三菱の人を見てて一番大変そうだなと思うのは、やっぱり会社にいて希望がないのが一番辛いじゃないですかこの会社ってどうなっちゃうのかなとか、いろんなこと提案してもなんかそれが聞いてもらえずに、なんか何もしない方が上にこういけるような感じがするし、そういうのって一番辛くて、しかも販売台数も伸びないっていうことで、ね、最近元気がすごいないと思うんですね、ないですね。で人間の活力がないと会社って伸びないじゃないですか、そこでこれからどうやってこう、うん、一番お客さんももちろんそうなんですけど、やっぱり最初は三菱自動車のこう人をパワーを上げないと、多分なんかもう外に出てこないじゃないですか、それっていうのは何か策あるんですか。まず一つ目はですね、少しそのこれは明るくない話なんですが、やっぱり間違いなくうちがあまり収益が上がらない体質になってたっていうのは間違いないですから、大変辛いんですけれども、今回決めたようなパジロ製造という工場の停止ですとか、それから早期希望退職、そういう暗いものはまあやると、それはもうそれでやらざるを得ないからやると。であと次にやらなくちゃいけないのは、収益を上げるためにやっぱりブランドの強いその ASEAN でやっぱり車を出すということを考えなければ、それはもうやらざるを得ないというか、まずそれをやると。でもその3つ目にはですね、まだ私そのやってない、今からまだやらなくちゃいけないと思っていることがあって、今おっしゃるような明るい未来に向けたその三菱自動車らしい車作り、そういうものをどうしていくのかというところがあるんですね、うん、でここをまずその社内の人たちと一緒に考えれる、それは単に言葉で言うんじゃなくて、まあ、実は社内で少しそういう検討チームみたいなのをいくつか立ち上げて、いろんな検討をやろうと思ってるんですけど、将来に向けてその三菱自動車ってどういう車作っていくんだと、それ少し若い人も入れて話し合うっていうようなことを考えたいなというふうに思ってるんですね、うん、でも車を作ろうとすると、やっぱり時間がかかるじゃないですか。かかります。で、すぐにっていう効果は出ないですよね、この間増岡さんと話してたんですけど、三菱ってブランドイメージできたのは、まあ、東南アジアもそうですけど、やっぱり WRC とか、それからパリ高とか、そういうモータースポーツのイメージがすごく強い、それでなんかブランドができたように思うんですね、はい、で東南アジアの人もみんなそう思ってると思うんですけど、例えばじゃあかといって WRC 復帰するとか、パリ高やるとなるとすぐお金もかかるし、時間もかかるじゃないですか、まあ、例えばですね、タイとかでやってるアジアンクロスカントリーみたいな、ああいうのに、タイのチームとして、出る、あと、まあ、向こうトラックのレースもあるんですよ、トライトン、トヨタなんか今頑張って、ハイラックスでレースやってるんですけど、トラックサーキットですね、そういうところの車をちょっと出して、で増岡さんとかがそういうところ出てきて、で三菱もモータースポーツ細々だけどやるぞって言ったら、一気になんか活気が出るような、やーって思うと思うんですよね。そういうそういうこうなんかこうすぐにこう効果が出るような、もう来年の例えばじゃあ最初から出るよ、まあ三菱自動車今まだまだいじれる人いっぱいいるし、そういう人たちこう引っ張ってくれば、なんかもういきなりあなんか全然変わってきたぞっていう雰囲気が出ると思うんですけど、そんなのいかがなんですか。そういうことも一つだよなっていうのは考えてます。この前も実は十勝の研究所行って増岡さんと一緒に走ってきたんですけど、はい、増岡さんの昔の話だとか、はい、いろいろしてる中でいろんなやり方あるよねっていう実は話はしてるんですね、だからタイとかだったら600億の収益がね、去年見ると数字来てるわけだから、ね、の中のもう本当に、1000万とか2000万ぐらいの投資でレースとかもタイとかできますから、できますね、で増岡さんが行ってやればもうメディアとってみんな三菱元気になったぞって言って、そう
そうですよね、全く可能性がないというわけでもないと思うんですけれど、最初はその予算規模から言ったら、三菱自動車がガーンと出ていくんじゃなくても、全然僕たちは裏まで考えるんで、本当現地のチームが出てきて、で増岡さんが指導とか、で日本のエンジニアが手伝うぐらいの、本当にこう指で言ったらちょっとこう突っ込むぐらいのね、そんなんでもすごいニュースになると思うんですね。まあそうかもわかんないですね、はい、あと現地であのミラージュでラリーやってる人いるんですよ、タイで、そんなのも少し、部品出してあげたりするだけで、そうですよね、インドネシアでラリードライバーやってて、今はもう少し活動あれしてるかな、リファットっていうのがいて、彼も実は僕よく友達よく知ってて、増岡さんなんかもインドネシアに来た時のリファットと一緒にこう僕も一緒になんかいろいろやったりしたんですけど、そういう手もありますしね。それはいいですよ、もうね、日本ってやっぱ外国からのニュースに弱いんで、国内で何かやってもあんまりニュースにならないかもしれないですけど、三菱自動車が、アジア、まあ、イメージとしてはアジアでもう一回足固めをして、それでアジアでもうしっかり車を売っていってっていうところの中で、そういうイメージをこう発信できると、多分すぐにあの三菱が生まれ変わったっていう効果が出るし、何よりもやっぱりディーラーとか三菱の社員が、あ、変わったなっていうイメージがあると思うんですよね。それはあの貴重なご意見をいや言うまでもなくそんな話になってたようで、あのおそらくそれはまあそれはやるやらないは別にしてね、あの、例えばそういうことをやったらどうなんだろうっていうことはやっぱりね、ぜひもう考えてみたいとは思います、なんか多分ね想像を絶するぐらい の、あの 勢い、ね、勢いになると思います、かもわかんないですね、増岡さんなんかはあれミラージュを少しバージョンアップしたようなラリーバージョンみたいなのもあるといいんだけどなみたいなことをね、いやもうそれはだから次のステップとして、ただ4区がないんでね、ちょっとあれなんですけど、ただミラージュでもいいよみたいな、全然いいですよ、もう今はそんな、FF だって全然構わないし、もうちょっとその進めば、あのアウトランダー PHV みたいなのをベースにしてもいいし、それはまあ将来として、とにかく今お金かけずにできるところからスタートするっていうのは、多分なんかイメージは相当変わるんじゃないかなっていう、そういう絶対ですよね、気がします。今後の商品企画でみんな気になってるのは、スポーツグレードみたいなのが1個もないじゃないですか、そういうものっていうのは、まあ、今すぐには無理でしょうけど、将来的にはこう復活させるような、まあ、なくはないと思うんですよね、私さっき三菱自動車らしい車作って言いましたけれど、やっぱり2つその大きな柱かなって思ってるのは、一つは環境技術、もう一つはやっぱり走りの技術、これやっぱり今まで自分たちがやったことのない全く別のものを持ってきてわってやるっていうのはあまり現実的じゃなくて、やっぱり自分たちが培ってきた遺産ものですね、これっていうのはPHEV に代表されるこういう環境技術、これは正直強いですから我々は、それとやっぱり SAWC じゃないですけど、この走りの技術って三菱の技術ってやっぱりかなりトップレベルだと思ってますんで、これをベースにしていかに楽しいこう車を作れるかってことだと思うんですよね、そういうものでアピールしていこうとした時に、なんかそういうスポーツバージョンっていうのもね、一つの私は選択肢だとは思いますね、SUV とかあの辺のプラットフォームはみんな日産がやることになってます、ちっちゃい車はルノがやりますと、三菱は今のアウトランダーの電動化車両、PHEV が三菱の担当なんですよという話をまあ聞いて、そういうことになっているんですと。でその中で出なかったのは、今やってる東南アジアでやってるあのエクスパンダー、ああいう派生車種というか全然違う車種があるじゃないですか、あれっていうのはその自由度あるんですか、あります、あります、あの少しあのアライアンスの発表がちょっと誤解されてるところがあるのかなっていうのは、確かに日産さんがそういうところを主体で担当されてってことなんですけど、そしたら全部をそれに合わせるのかと、それぞれの MMC の独自の自由性はないのかっていうと、それは全くそうじゃなくて、アライアンスとして一緒にやるものは日産さんのものを使いましょうっていう話なんですね。ですから三菱の例えばプラットフォームが全くなくなっちゃうとか、そういうことでもないんですね。あ、じゃあ例えば今作ってるエクスパンダーみたいなやつのフルモデルチェンジとか派生車種とか、そうですそうです、そういうのはもう三菱の、それも三菱独自でやっていきます、独自でできるんですか、なんかでもそれって意外と大きくないですか、あの根っことして大きくないですか、あの大きいっていうのは、まあみんなからすると、東南アジアだけのものっていうイメージがあるかもしれないですけど、エクスパンダーとかって台数もすごいじゃないですか、そうですそうです、収益もすごいじゃないですか、であれ東南アジアはあのこれも社会説法ですけど、国によって、まあ安い車というかニーズが違うんで、まあなんかベースにすればいろんな車が派生車種を作れるじゃないですか、そうですね、でそういうのを作っていくと意外となんか台数も多いし、そうです、それからもしかすると
東南アジア以外の新興国もマーケットがあるような気がするんです。そうですそうです、はい、まさにそうで、エクスパンダのプラットフォームっていろいろ技術的な面も考えても、非常に優秀なんですね、うん、一つは安くできていろんなものに対応できると、簡単に言うとこういうことなんですが、プラットフォームでその ASEAN だけじゃなくて中東ですとか あるいは中南米、それからアフリカのあたりだとか、そういうところは全てカバーできるものですから、例えばメキシコなんかっていうのもカバーできますし、そういうところに広げていくっていうベースとしては非常にいいプラットフォームなんですね、これ外から僕の本当に評価か見方なんか、ちょっと怪しいんですけど、今三菱の状況を見ると、決して良くないというか厳しい状況になると、でいろんな工場も縮小しなきゃいけないっていう中で、一回等身大の大きさになって、サイズ、東南アジアと、日本を少しで拠点になって、でそこでもう一回全部練り直して、東南アジアベースの車を、ベースにですね、もう一回こう伸ばしていくっていうようなビジョンっていうのは十分あり得る話ですか。物理的に今あるところをあまり削減しちゃいすぎると、そこで小さくなるとなんかそれで効率が上がるように思うんですが、実はその今あるものを縮小するだけでもお金がものすごくかかりますし、それがまた大変な作業なんですね、例えばどこかから撤退するとすると、そこにあるディーラーさんもたくさんいるじゃないですか。じゃあそういう人たちもどうしようかって考えると大変なもんですから、その物理的に完全にそこ縮小っていうのはなかなか大変だと思うんです、ね、ということはじゃあ縮小をやってきたけど今ぐらいでもう十分だっていうイメージぐらいでいいですか。まずはそうだと思います、ここでまず踏みとどまる。そうですね、で物理的なものはそうなんですが、自分たちが持ってる資源ですよね、人とお金、これをどこにかけるかと、でこれはまず ASEAN に集中する、日本に集中するってことはできるわけですから、まずまさにそれ今我々やろうとしていることで、リソースを一旦 ASEAN に集中させようと、でそれからそのまさにおっしゃったように少し立て直して収益を上げないといろんなやりたいこともやれないよねっていうのが正直あるもんですから、それが今中継で発表したことなんですね。そうすると日本も最近あんまりこう収入でいうと、もう平均収入で韓国に負けたり、非常に厳しい国になってきてるじゃないですか。そうですね、どっちかっていうと、なんか欧米モデルよりも、東南アジアモデルの方が、こうしっくりくるような、そういうなんか、状況になってきて、で特に新型コロナで高い車は買ってる人は減らないと、でも真ん中の人がちょっとだんだんこう低くなってきて、もうちょっと安い車が欲しいようなニーズが出てくるということで、日本も東南アジアで作ってるような車のニーズがもっともっと今後出てくる気がするんですね、そんな時に例えばエクスパンダみたいな車を日本でこう売るというような、そういう考え方はないんですか。十分あると思うんですけれども、一つ考えておかなきゃいけないのが規制ですよね、今日本で衝突関係の規制ですとか、高齢者の対応のいろいろサポカーの関係だとかいろいろ出てますし、ああいうその規制に対応するというためにその ASEAN で出していく車がそのまま持ってこれないもんですから、まずそのままっていうのは難しいよねと、そうなんだけれども、いろんなことを考えることでASEAN を主体に開発したんだけど、それを日本に出せるようにする、こういう考えはやっぱり十分ありだと思いますね、だしそういうことも考えないと日本で出すモデルっていうのが限られてきちゃいますから、もうぜひそういうことも考えたいと思います、ホンダなんかは東南アジアでタイで作ってる車を日本に生産工場を移して作ったりしてましたね、あれはやっぱある程度こう手放ししたみたいなんですけど、最初からそのつもりで車開発すれば、そんなになんか難しい、三菱のエクスパンダなんかも難しくないような気がするんですけど、いろんな人に聞いてみるとほとんどの人が三菱の人でも売ればいいって言うんですよ。売ればいい、そうですね、売れるだろうと、タイ行った時に聞いた三菱の人も、いやもう日本で売るんだったらもういくらでもこっちの工場とかも頑張るしっていう話をしていて、で今まではでもやっぱりこれも聞くとスライドドアじゃない3列シーター売れないとか、そんなことを言う人がいて、でも時代はこう変わっていくじゃないですか、なんか売ってもいいような気がするんですけど、そうなんですよね、あれがすぐ出せればその我々もっていうところはあるんですけれど、やっぱり一つ難しいのがさっき見た規制対応で、プラットフォームとかも少し変えたりしないとダメなところがあるんですね、そうすると最初から日本で出そうとすると全体が
上がっちゃうんですね。あ、はいはいはい、そうするとそれを ASEAN で売るとせっかく魅力的な価格で売れてたのが少しもともと高いポジションから売らなくちゃいけないっていう問題があると、うんうん、でじゃあ ASEAN の安いプラットフォームベースでいきましょうと。でこれはいいんですが今度日本に合わせようとすると日本専用の開発費が出てきてそれは日本で売ってる台数だけでカバーできるのかっていうことになるんですね。でそこら辺で我々いろいろ頭を悩ましてます。3000台ぐらい売れますよきっとあの、ね、値段次第では。三菱の人からすればやっぱりずっと社内にいられた方なので、で東南アジアとかはずっと見られた方なので、いきなりあの多分社長になってみんなも止まってるとって思うんですけどそうですよね、思うんですけど、はあ、みたいな。でもあの話を聞きしてると、やっぱりそのこれからの三菱自動車の方向性ってそういうところにあるのかなっていう気がちょっとあのああそうです、しました、はい。それからあの増岡さんの話もあの比較的なんか柔軟に受け止められてるみたいで、あのこれもすごく楽しみになりました。私なんかやっぱりあのその若い時20代30代の時ってあの会社のウェブページ見てもあのパリ高でバーンと、ですよね、出てきて、で篠塚健二の時にワンツースリーフィニッシュでダカールの海岸をダーッとパジロが走ってきたと、はい、そういうのを見て興奮してた世代ですから、だからこの前増岡さんの車のいやとかでいろいろ運転してね、増岡さんの隣にも乗ってちょっとラリー見たら運転してくださいって言ってたんだけどすごいですよ。そりゃそうですよすごいですよね。でこの間増岡さんに、増岡さんこき使わないと損だって言ったんですよ、三菱自動車もこんだけ金かけて、ね、増岡さんにいくら金かけてるんだと思いますかって、増岡さんに、もう何十億っていう車も壊させてるし、だからそうですよね、そう、そのまま逃げたらね、もう三菱自動車が足りないのは損だから、ね、最後にちょっとあの残してくださいっていう話をして、いやいや本当あの大事なだと思うんですよね、うん、僕もその後クロカンロだとかあの砂利道だとか走ってね3回ぐらいスピンしましたエボエイトとそれから次のアウトランダーのね、はい、まあ、試乗というあれでやったりしてね、面白かったですよ。大変結構ね、増岡さんがね鍛えてやるとか言ってね、あのスラロームとねあの8の字、これを練習やりましょうとか言ってねやったんだけど、いや面白かったですよ、面白かったです、面白かったです、これを見てくれですか。直近はね、PHEV でやっていきますから、まず PHEV、あ、これもね、ちょっとあれだったけど、PHEV って今まで少しアピール我々足りないんですよね。だから PHEV をエクリプスクロス、それからその後アウトランダーの時期とこう出してきますんで、そこでしっかりアピールしたいと思ってですね、プラグインハイブリッドってやっぱりすごく便利で、私いい車だと思いますんで、ぜひそういうものを見ていただきたいなっていうのはあります。であとはそのさっきも言いましたけど、もっと三菱自動車をこう楽しいその車を出せる会社に変えていきたいなと思ってるんで、これはちょっとしばらく時間かかりますけれど、まあ、どういうふうに我々がそういうふうなことをやっていくのかっていうのを、まあ、見ていただけるとありがたいですけれども、ただ言いながら本当にお前それできるんかっていう、まあ、タイでマスカンデルやったかも簡単ですよ、もうすぐに、もう来年の頭からすぐできるし、まあなんか本当そういうところ少しね変わっていかなくちゃいけないなと思ってるんで、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。じゃ あの時間がもうそろそろないというので、最後にあのなんかご趣味はなんか、あのもう今はそうですね、もうゴルフやるぐらいしかあれがないんで、今はもうゴルフやってますけど。なんかアジアでもずっとやったんですか。アジアでももうインドネシアなんかでもゴルフ。暑くないですか。いや暑くないんですよ、慣れてくると。いや朝ね、はい、早く出てってもう6時からやるんですよ、はい、で早いと10時ぐらいに終わっちゃう時もあります。6時から暑いじゃないですか。いや6時はそんなことないですよ、さすがに。そうか、10時ぐらいまでだったら全然大丈夫ですよ、うん、昔はねやっぱり釣りとかをよくやったりだとか、うん、あるいはその子供がちっちゃい時にはよくねキャンプなんかにも行ったりしましたですね、うん、車なんか乗りになったりすることあるんですか。あ、今はもう私今こっちにいますけれども、家は本当岡崎なんで、うん、岡崎市だと車ないと生活できないもんですから、向こうではアウトランダー PHEV とそれから あれを買いました、インケイクロス買って、アウトランダー PHEV はもう5年ぐらい前から乗ってたんですけど、まあ、通勤に昔毎日使ってて、うん、で今はインケイクロスで、便利なんですよね、あのマイパイロット、ね、まあ、いやもう絶対いいですよ、あれ便利ですね、はい、本当ね。なんかやりたいことありますか。じゃあ今やがて終わって引退されてからでもいいんですけど、こんなことやりたいっていう、まだやめても人間長生きできるから、まあ、
つまんないじゃないですか人生が。そうですね、子供たちが付き合ってくれたらまたキャンプだとかも行きたいんですけど、うんうん、やっぱり昔からやってるあれになっちゃうのかな。釣りなんかも行きたいですよね。釣り最高ですよ、はい、もう年を取ったら、ああ、もう、もう海で顔出してるだけで気が晴れますから。そうですね、はい、でまあそんなに頻繁には行けないんですけど、時々あの息子とね、あの釣りに行ったりしてますけどね、うん、まあもう1年にその3回だとかそのぐらいですけれども、うんうん、でもやっぱり面白いです。わかりました、ありがとうございます。